オリンピックの勝負は一瞬です。4年間の準備期間に比べますと、その勝負のつく時間があまりにも短く、あっけない気がしてなりません。スピードスケートの最後の種目、女子の 5000m を間もなく迎えようとしております。今日もこのカルガリ市は大変に暖かく、まるでこのまま春に突入しそうな温度になっておりますが、この会場ではこれから女子の 5000m13 組合わせて25人の選手がこれからスタートを切るところです。今日も放送席には鈴木雅樹さんにお越しいただいております。鈴木さん、どうやらヘニップ、オランダのファンヘニップがですね、金メダル3つ目を取りそうな勢いでここまで来てます ね、 はい。特に昨日の 1500m、そして、1回目、この種目、この競技の2種目目でしたが 3000m にとって、そして 1500m をとって、どうもこの 5000m をというのがこの放送席、世界各国のですね、放送関係者の予想になっているようなんですが、はい、鈴木さん、その辺いかがご覧ですか。そうですね、私も、もう勢いが違うと思うんですね、ですから私は3ついく可能性十分にあると思います、はい。それとですね、今日 の組み合わせ見ましてもね、エーリックとかそれからツァンゲとか、はい、ヘニップにとっては非常にこうライバルですね、そのライバルが先に滑るというそういう有利さがあると思うんですね、はい。ですから私はなんとなくヘニップが行きそうな気しますね、はい。そして日本の橋本聖子選手、これまでいずれも4種目に入賞するという大変な好成績を残してここまでやってきました。今日その橋本選手は第4組で、日本の同じ日本の関選手と一緒に滑ります。第4組のスタートがちょうど3時に競技が始まった後のおよそ27分ぐらいを予定しておりますが、関選手がインコース、そして橋本選手がアウトコース、橋本選手は昨日の 1500m でも2分4秒38、自分の未公認日本新記録を更新する素晴らしいタイムで第6位に入っています。橋本選手に聞きましたらね、ややこの体が疲れているが、心の疲れはありませんと、はい、いうふうに言ってたんですけどね、今日のこの5000が一番橋本選手にとっては難しいと思うんですが。そうですね、非常に私は今日橋本選手を見ましてね、非常にやっぱり疲れ残ってるなっていう、そういうふうに私も見たんですよね、それで、あとはですね、もう気力で多分今日は行くんじゃないかと、はい、そういうような気しますけれどもね、橋本選手はですね、現在映っておりますのがこれが東ドイツ、これは新人のクレーマンです。とにかく順位を先に考えたいと、はい、タイムよりも順位を先に考えてタイムはその次です、はい、ということはその、順位的にはやはり8位以内に入りたいでしょうねという話しましたらね、そういうふうにうなずいてましたけどね、はい、そうでしょうね。やはりここまで来たんですから、やはり全種目入賞というそういうあれも頭の中に入ってると思いますね、はい。東ドイツもこの大会では女子が予想外に金メダルの数としては苦労しておりまして、東ドイツ側も相当に悩んでいるようですが、今鈴木さんが言われましたように、そのスタートの順によって後半 の、 その選手、後でスタートする選手がラップの検討をつけやすいというんですかね、そうですね。ですから私はやはりこの長距離になるに従いましてね、距離が長くなるに従いまして、やはり今日女子の5000なんですが、やはり3000までですね、はい、どのぐらいの力でいったらいいのかというところをまず後から滑る選手を読めるわけですよね、ですからその後半の後の5周を自分で どのぐらいの力を残しておけば勝てるかとか、はい、そういうやはり勝負に対してのそういう考え方というのはやはりもうコーチ選手ともにもう考えてますね。なるほどね。さて 5000m のスタート間もなく、500m のチャンピオンのイェンスーベ・メイです。東ドイツのメイ、そこへ西ドイツの関係者が来てサインをやってくれとやってますね。さあ女子の 5000m 第1組はオランダのイングリッド・パウル、そして東ドイツのアンドレア・エーリック、
インコースがパウル、そしてアウトコースがエーリック。この 5000m は 400m のトラックを12周半回ります。世界記録がイボンヌ・ファン・ヘニップの7分20秒36。このエーリックは昨年の12月にこの 5000m で7分21秒31をこのリンクで出しています。そのエーリックが左側、そして右側インコース、オランダのパウルです。12周と半分このトラックを回ります。まあ、長丁場でそれだけ、スプリットタイムを相当考えていかなければいけないと思いますが、鈴木さん、東ドイツの関係者がですね、はい、エーリックが勝つためにはスーパースケートが必要であると言ってましたんですけれども、はい、彼女のタイムどの程度考えていけばよろしいでしょう。400のラップですけど。そうですね、私は1周35秒の前半ぐらいでみんな行くと思いますよ今日は。はい、そうしますとタイム的には最終的にどの程度予想したらいいですか。そうですね、7分20秒前後だと思います。7分20秒前後、はいはい、まず 200m はエーリックが20秒39で回りました。このエーリック去年の12月のワールドカップで優勝した時には 200m を20秒35で回っています。そして 600m の通過タイムが今出ました。33秒のスプリットタイムで回っています両選手。東ドイツは現在ベルリンに屋根のつきましたいわゆる屋内の 400m のリンクを持っています。世界にこのカルガリのオリンピックオーバルと、それからオランダのヘーレンベーンと、そして東ドイツのベルリン、まあ、この3カ所に屋内の 400m トラックがあるんですが、この東ドイツは 400m のトラックがもともとあったところに86年の末に屋根をつけました。これは鈴木さん、はい、オリンピック対策で屋根をつけたんだというんですよね。あ、そうですか、はい、ですから東ドイツがこのオリンピックにかけてきた相当な準備、そして、まあ、期待も相当あったと思いますが、まだ金メダルの数ではわずかに 1000m にローテンブルガーが金メダル1つと、まあ、この大会では東ドイツのそういう意味では期待外れが続いています。さあラップタイムです。ここで2分01秒24、2分01秒24です。この 1400m はどうですか。そうですね、まあ、このままでいきますとね、もう本当に7分の1桁にいっちゃうんですが、はい、でも多分3000以降どういうような滑りするかだと思うんですね。なるほどね。でもエリックはですね、はい、今日はラップ終われるということを自分で知ってましてね、これはもう完全に自分で今日は前半から飛ばしていくってそういうような感じのラップの刻み方ですね。5000m の場合ですと一番苦しいところってどの辺になりますか。はい、もう3000以降ですね。3000以降、はい、現在 1800m を終えて2分35秒35東ドイツのエーリックが先頭、後ろから追っていますのはオランダのパウルです。その東ドイツのオリンピックに対する体制もですね、鈴木さん、86年の5月にですね、すでに候補選手を指名してるんですよね。あ、そうですか、はい、そしてもうその時からこのエーリックもオリンピックに出場ははっきりと決まってたんですが、はい、つまり非常に準備期間も長くてですね、そうですね、私は日本もですね、できれば前の年あたりにですね、もし選考できれば素晴らしい結果出るんじゃないかっていうそういう気はするんですけれども。なるほど、はい、3分44秒32 3分44秒32これは 2600m、 そうですね、非常にいいタイムできてますね。そうですね、もうこのままいきますと10秒前後になってきましたね。はい、まあ、後にファン・ヘニックが控えてますが、この控えてるという意味ではエリックが前半飛ばしていくということになりますとね、ヘニックの方もある程度その前から早く行かなければいけないというようなそんなプレッシャーがかかってきますかね。あ、それありますね。ということは、
これは先に滑るものの作戦の一つですかね。そうですね。ですからあとフェニップにしてみますと、はい、トータルラップですね、それ の平均ですね、はい、ゴールした時の平均ラップを3000m までどのぐらいのタイムでいくかという そういうふうに多分コーチは考えていると思いますね。なるほど、はい、東ドイツのエーリックが先頭です。 5000m の第1組、このエーリックは昨日銀メダルに終わりましたが、女王カリン・カニアと同じチーム、ドレスデンでトレーニングを続けています。世界記録が今日も滑りますオランダのファン・ヘニップ、そのファン・ヘニップは第5組で滑りますが、橋本の後第5組で滑ります。そのファン・ヘニップの7分20秒36、世界記録は7分20秒36です。まあ、このオリンピックで初めて採用されました女子の 5000m、 強いですね。強いですね、はい、5分29秒92です。 3800m を5分29秒92、このままでいきますと7分15秒ぐらいですね。大変なタイムが出そうな勢いになってきました、はい。まあ、残りはこの後ですよね。そうですね、この後の4200、4600というところですが、さあ4200のラップタイムを見てみましょう。6分5秒53、6分5秒53、このタイムも非常に素晴らしいタイムです。6分5秒53、世界記録が出た時のヘニップのこのタイムが6分11秒05ですか。そうですね、ですから6秒近く上回ってますね、はい、東ドイツのこのメダル、スピードスケートの最後の金メダルのチャンスを狙って、このエーリックがものすごい勢いで飛ばしています。女子の 5000m、 いよいよ残りあと1周にかかってきました。 4600m のラップ6分41秒38、6分41秒38、これまた世界記録の時よりも4秒6上回っています。このままでいきますと世界新記録の声がどうやら聞けそうです。そうですね、もう間違いないですよね。エリック疲れはどうですか。いや、まだ顔がしっかりしてるんですよね、まあ、メンチから入ってますから、まだいけそうですね。さあ最後のカーブを回って戻ってきました。エリックが最後のスケーティングに入って、今ゴールイン。7分17秒12、7分17秒12、世界新記録の誕生です。強いですね。強いですね。そして今ムントコーチと軽く勝利の祝福を受けました。今オランダのパウルがゴールイン、パウルがフィニッシュ、7分40秒67、おそらくこれがアンドレア・エーリックにとっては最後のオリンピックでしょう。27歳になりましたエーリック。インスブルック、レイクプラシッド、そしてサラエボ、さらにこのカルガリーと4回目のオリンピックで、新しい種目、女子にとっては初めてのこのオリンピックの 5000m、 その第1組いきなり出てきまして、素晴らしい世界新記録、7分17秒12というタイムをマークしました。鈴木さん、これでこの後の争いが非常に面白くなってきましたね。そうですね。ですからここでですね、エーリックが非常にフェニックに今このタイムでプレッシャーかけたわけですよね、はい、それでフェニックが今どういうような心境でいるかですね、やはりもうこれは絶対に上回るという、もう非常にこういい燃え方をしているのか、それともちょっときついかなっていうような、はい、そういうふうに思ってるかで、ずいぶん途中ラップ変わってくると思いますけどね。そうでしょうね、はい、今このパウルを抱えていたのがやはりヘニップのコーチ、そしてこちら側エーリックを慰め優しい言葉をかけておりますのが、カニアのコーチでもありますライナー・ムント、